皆さんこんにちは。大相撲の十両千代丸さん、2023年の年末には結婚を発表し話題になりましたね。そこで今回は千代丸の結婚相手の正体や過去の病気、実家の家事や過去の恋愛遍歴について紹介します。まずはじめに千代丸のプロフィールを紹介します。四股名千代丸、本名木下和樹、生年月日1991年4月17日、年齢32歳、身長179センチ、体重193キロ、血液型 B 型。千代丸は鹿児島県志布志市の出身。口述する兄弟が志布志市立志布志小学校なので、千代丸も志布志小学校なのでしょう。中学は志布志市立志布志小学校です。小中学生時代には柔道をやっていたという千代丸。相撲を取っていなかったら地元で子供たちに柔道を教えていただろうと話しています。中学校を卒業後、13代九重から相撲は強ければお金になるよと口説かれ、九重部屋に入門しました。千代丸には弟がおり、名前は千代おとり。弟も九重部屋に所属する大相撲力士なのです。千代おとりは志布志大原保育園時代はサッカーをやっていたそうです。志布志小学校に入ってからは1年から5年頃まで水泳を経験、同時に柔道も始め、志布志柔道スポーツ少年団時代から志布志中学校まで9年間にわたって続けました。小学校5年時に全国3位、中学3年時にも全国大会出場を果たすなど活躍し、黒帯初段も取得しています。またスポーツ少年団の先生は相撲も教えていたため、小学校2年から6年まで相撲を経験。6年生の時にはわんぱく相撲全国大会でベスト16の成績を残しました。小学校時代、九州で九重部屋の催しが行われた際、少年団の先生に連れて行ってもらい、九重に部屋を紹介されました。兄の入門が先に決まると、部屋の鹿児島後援会長が自宅を訪れた際に入門を志願。中学卒業とともに角界入りを果たしています。千代丸の両親は千代博という四股名を考案していました。しかし13代九重がよし丸いから千代丸だと思いついたことから四股名が決まってしまったそうです。もっとも当時は大先輩である千代大会が現役であり、大の字を使うのはどうなのかという遠慮もあったみたいですね。また父親は弟の千代おとりに野球をやらせたかったそうです。しかし父親の出張中に母親が柔道や相撲を始めさせてしまったのだそうです。千代おとりは生まれ変わったら野球選手になりたいと話していました。2011年4月1日に千代丸に衝撃の知らせが届きます。お姉さんからメールが届いて、家が燃えたと書いてあったのです。エイプリルフールだったので冗談かと電話したら姉は泣いていたそうです。しかし力士の兄弟はそれを機に頑張ろうということになり、そこから順調に昇進しました。ちなみに千代おとりは相撲記者に、家は全焼しましたけど今場所は全勝しますと話していたそうです。そんな千代丸ですが、過去に大きな病気をしていました。力士などに新型コロナウイルスの感染者が出た場合は即座に中止される無観客の春場所で、千代丸は発熱が続くため感染を調べる PCR 検査を受けることになりました。千代丸は15日に 39.7度の高熱があり休場。鏡山危機管理部長によると16日朝も40度あり、大阪市内の病院で足などから細菌が入る蜂窩織炎の疑いが強いと診断されました。蜂窩織炎は足などから細菌が入る病気、素足でいることの多い力士の職業病だそうです。結婚を発表された千代丸は過去に様々な女性と付き合っていたそうですが、いろいろと問題もあったそうです。20歳の頃は彼女がいたそうで、ファーストキスもこの女性だったのだそうです。10歳以上も年上の彼女でしたが、やがて2人に破局が訪れます。別れた理由は彼女のネガティブな性格が原因。番付が上がって上り調子の時、頑張ってなど励ましの言葉をかけて欲しかったのに、彼女から出る言葉は怪我してやめたらどうなる
などネガティブなものばかり。精神的にきつくなった千代丸はわざと彼女の名前を間違える、連絡に返信しないなど、あえて嫌われるようにして彼女から別れ話が出るようにしていたそうです。実はこの彼女には後日談があります。実はこの彼女は千代丸と交際する前、弟の千代おとりにも言い寄っていたそうです。しかし兄の気持ちを知っていた千代おとりは、それはダメだよと丁重にお断り、その話を初めて聞かされた千代丸は顔を赤らめ、いやきついなと絶句していました。ちなみに千代丸は中学時代にも付き合っていた彼女がいました。中学生の千代丸は彼女に呼び出されたことがあります。もしかしてキスと期待に胸膨らませて向かうと、彼女にいきなりビンタされたとのこと。ビンタを受けた理由は今でも分かっていないそうです。波乱万丈の人生を送っていた千代丸ですが、結婚を発表しました。お相手は長崎県出身で客室乗務員のキホさん。2019年九州場所13日目、祖母、母の3人で観戦に訪れていたキホさんは、幕内土俵入りをしている千代丸の姿に目を奪われたそうです。光って見えました。失礼な言い方なのかもしれませんが、可愛すぎて、圧倒的に可愛くてと一目惚れだったそうです。当時の勤務地は福岡でしたが、場所後に冬巡業が長崎で開催されることを知り、母を誘って巡業へ行き、その際に電話番号と LINE ID を書いた名刺を手紙とともに手渡したそうです。女性に送ってという千代丸はその時に顔を見ていませんでしたが、風呂場で見た手紙の中に名刺を発見。おいキャビンアテンダントかいで、ちょっと食いつくじゃないですかと千代丸は正直に話していました。それから電話をするようになり、年明けには東京に来たキホさんと食事もしたそうです。電話が中心の関係が2ヶ月ほど続いていたそうですが、女性に自分からガンガン行くタイプじゃないという奥手の千代丸に、キホさんは電話なら喋るのに会うと目も合わせてくれないんです。付き合うなら付き合う、友達なら友達、はっきりさせたかったのでと千代丸の気持ちを確認。2020年2月から交際がスタートしました。コロナ禍で会えない時の方が長かったそうですが、キホさんの思いは深まるばかりだったそうです。見ているだけでこっちが笑顔になるというか、赤ちゃんとか猫とかパンダとかを見ているような感じで、この人かわいいなぁと、今もそうですけど見ているだけでハッピーです。今は共に生活する夫をマルコちゃんと呼んでいるそうです。5月に婚約し、30歳までに結婚することを望んでいたキホさんの願いを叶えた千代丸。結婚した次の場所で負けると奥さんが何かそういう目で見られてしまう。負けたくない、絶対に勝ち越したい、もう一度幕の内に戻って上位に行けたらと初場所への決意を口にしました。和気あいあいで笑顔の絶えない家庭にしたいと話し、子供は2から3人できたらいいと話していました。いかがでしたか。今回は千代丸の結婚相手の正体や過去の病気、実家の火事や過去の恋愛遍歴について紹介しました。今後も千代丸を応援していきましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。